皆さんこんにちは、白女マネージャーの南です。今日はすごく外ハメでお届けします。今日の企画はですね、オープニング自撮りで撮らせていただいてるんですけど、私のプライベートラウンドを1台1台私の解説付きで皆さんにお届けしたいと思いますので、最後まで見てください。そして今日はニューバランスさんのウェアを着用させていただいております。皆さんこんにちは、白女マネージャーの南です。さあさあ解説をさせていただきたいと思います。この日はね、前半38だったんで2オーバーですね。後半も頑張りたいなって思ってます。ナイス、いいんじゃないでしょうか。ロングだからセカンドは3番ウッドですね。ウッドの南です。ウッドはとても大好きです。クラブはね、クレイジーさんのクラブを使わせていただいてます。おー、ナイスショー、いいね。オープニングの自撮り皆さんどうでしたか？ちょっと近すぎたかな。これいいね、サクサクいきますね。サードがアイアンショット、多分7くらいだと思うな。ちょっと当たり悪いですね。左かな。左だね。アプローチ寄せたいですね、これは。ちょっと強く入ったかな。強いね。どこね、ベルセルバカントリークラブさんよく行かせていただくんですけど、グリーンめちゃくちゃ速くてめちゃくちゃいいコースです。このねパーパットね入れたい。惜しい。まあでもカップ過ぎてるからナイスパットです。まあね、でもロングだからバーディー取りたかったですね。さあ2番切り替えていきたいと思います。なんかアドレスもなんかだいぶどっしりしてきたと思いません？トレーニングの成果かなと思います。この日はね、あんまりショットの調子良くなかったんですけど、まあなんとかスコアまとまったかなって感じです。前半はちょっとねラフにやられましたね。なんかすごい変なフィニッシュしてるこれも左だね。不満そうな顔。さあ左からのアプローチ、お、これはいいんじゃないですか。うまい。あ、機嫌直った。そしてめちゃくちゃ外跳ね使ってと言わんばかりのこの日全然巻かなかったのにすごい外跳ねになっちゃったんだよな。ナイスパーですね。次が3番のショートホールです。これね、確か165ぐらいあったんだよな。ちょっとね、そうなの、すごい左行ったの。めちゃくちゃ左行った。もう出玉から左、右からドローのイメージなのに左行って左のにドローしてしまいました。これのアプローチね、めちゃくちゃ難しくて、超傾斜下ってて、でボールがあるところも泥土で、すごく難しい、運のないところに行ってしまいましたね、ボールが。まあボールの入りは良かったんだけどな。ねえ、見てやばくないですか傾斜。これナレーション面白いな。ナレーション面白いなって言われてる。もう頭フル回転で喋ってますよ。めっちゃ行っちゃったね。そう、私基本ね、打った後は必ず素振りをするようにしています。即復習。このパーパットね、結構上りですね。打てなかったね。微妙な感じ。
これは絶対入れなくてはいけないパーパットです。あ、パーパットじゃないわ、ボギーパットです。おお、ナイスナイス、まあ、ナイスじゃないけどナイスボギーだね。執念パットだねこれは。さあ、ここ皆さん注目していてください。音も聞いててほしい。これめっちゃダフった、やばいやばい、もう顔怒りすぎてる。いい感じにダフった。いや、これね、聞いてください、後ろの首の方々がね、動画用ですか、めちゃくちゃもう目の前までカートを寄せてきて、その音にちょっと気を取られてしまいました。まあそれは、まあ、自分が打ったから自分がダメなんですけど。さあセカンド、これはスプーンです。まあね、よく打ってたけど、あ、スプーンじゃないな、多分5番ウッドで手前に刻んだんだ。で、これが大事なアプローチですね、3打目。多分50ヤードぐらいじゃないかな、58度ですね。ピン見えないな。うん、いい感じ。良さそう。良さそうですね。また左ですね。この日は左の日でしたね。さあパーパット入るのか。ね、なんかちょっとディポットがあって欲しいけど、まあカップ過ぎたからこれもよしパットとしましょう。カメラマンに煽られてる。ボギーだよ。さて切り替えて5番ホール、早く打ってくださいって言われてる。前からのアングル久しぶりですね。いいね。皆さんどっちが見やすいですか、前からと後ろから。ちょっとね、前上がりのライなので、こうフェアウェイ超狭かったんですよね。前上がりのライだから左に行きやすいから結構右向いてます。うん、ちょっと当たり薄いかな。見えない。手前に乗ったっすかね。もうすごい外跳ね。あ、ちょっと手前でしたね。転がしのアプローチ。うんうんうん、あれです、あれだっけ、機嫌良くなった。パパッと、うん、ナイスパー。打ってました。さて6番ホールですね。もう3つも打ってしまったので、そろそろ戻したいなって思ってます。思ってると思う。お、今いいんじゃないかな。ティーショット当たってると思います。これね、めちゃくちゃ飛んでたんですよね。残りもね、80ヤードぐらいでしたね。グリーン早いからエッジぐらいに落としてコロコロコロって寄せたいなって思いながら打ちました。完璧、完璧ショット。拍手してる。私ね、プライベートラウンドもね、一人でリアクションして、あのゴルフしてますね。常に楽しい。さあバーディーパット、結構右向いてますね。あ、切れる。おお、ナイス、ナイスバーディー。バーディー、カメラマン怒ってる。ちゃんと見ててね。さあバーディーを取った次のホール、7番のショートね。ここね、あのね、うん、そうなの。スーパー当たり薄い。これね、あのマンシングウェアさんの着させていただいて、未来ちゃんとマヤさんとしのちゃんとここ同じコース回ったんだけど、
ここ池入れたんですよ私、同じ番手で。なんかね苦手なホールなんです。何なんだろうね、気持ちの問題かな。さあ絶対寄せたいアプローチ、うん、うまく打ったけど傾斜で左に行っちゃいますね。きっとまた素振りしてたと思う。これねグリーンにねちょっと砂があって、ま、めちゃくちゃ下りのラインだったんだけど、なんかねライン見えてたんですよね自分の中で。結構しっかり打ちましたね。うまい、イエイナイスパー。このパーは嬉しいですね。さあ8番パー4ですね。ナイスです。うん、いいんじゃないですか。なんか言ってるけど切られましたね。セカンドがね何番かな、多分7番アイアンぐらいだと思います。ダフったね。この日はねアイアンがねなんか当たらない一日でしたね。左のグリーンです。これはね多分ちょっと上げたいアプローチの素振りをしている気がする。おお上がってるけどまた右手動いてるね私お辞儀してるパーパットね、この1メートルぐらいの視界にパットが入る距離嫌なんだよね。おお、ナイスパー、執念パットですね。さあ最後がロングホールとなります。パー5、ここね最後バーディー欲しいな。ちょっとねフェアウェイも狭くて左右ダメだから真ん中置きたい。うん、いいんじゃない。ナイスです。いいねいいね。ニューバランスさんのウェアめっちゃ可愛くないですか。お気に入りウェアです。ご提供ありがとうございます。さあセカンドはセカンドのじゃないやウッドの南3番ウッドです。うん、ナイスショー、ナイス、完璧。ちょっと何言ってるか分かんないちょっと何言ってるか分かんないって言われてる、はい、多分ね60ヤードぐらいかな。58持ってると思いますね。バンカーの先にピンがあってなんかちょっと嫌な感じ。芝もちょっと薄くなってきてるから。でもうまい、うまいよ。かあ、ナイスです。イエイ、近い近い、カメラマン近いよ。さあバーディーパット、これ入れたいね。フックラインね、私ねでもフックラインねちょっと苦手なんだよね。うん、切れろ。あー惜しいね。まあでもカップを越してるのでいいパットじゃないんでしょうか。いいパットだったと思います。このねカップに視界が入る、視界にカップが入るか、視界にカップが入る距離がねちょっと私はあんまり好きじゃないけど、ナイスパー、いいですね。結果は38でした。皆さんいかがだったでしょうか。ナレーションをベラベラ15分間喋ってみましたこれが好評だったらまたやりたいと思いますので、皆様ぜひいいねボタンとコメントお待ちしております。バイバーイ。今日はここまで。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。番組では公式インスタグラム、ツイッターをやっています。皆さんぜひチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。